正幸、戻ったか。よくぞ無事で。勝頼様、ただいま。大層な激戦だったと聞く。まさか信繁叔父上や勘助まで。はい。だがお前の働きで父上の危機も避けられたそうだな。お前の読み通り霧が出たそうだが、それもお前の手配りで。正幸、多くの犠牲を見てきたのだな。さような時に先行など褒められても嬉しくあるまい。許せ。滅相もありません。それこそ物の正幸。この犠牲もまた親方様の王道の礎なれば、我らは一層。無理をするな正幸。人が死んで悲しいのは当たり前だ。戦が続く限りこのような悲しみは絶えない。父上には一日も早く天下を取っていただく。はい。そうして大切な友が帰ってきて嬉しいのもまた当たり前だ。本当によく戻ってくれた正幸。勝頼様、正幸が華々しい初陣の戦果を挙げた数年後、正幸には二人の息子が誕生した。我が子か。小さいものだな。そしてなんと私がこの手で守って行かねばならぬ命だ。たとえこの身に変えても。これそうだな。命を捨てて何を守れるものか。私はこの乱世を必ず生き抜いてみせる。第二章、盟友。正幸の初陣から8年。武田、北条、今川、この3つの大名家の間には同盟関係が結ばれていた。しかし桶狭間の戦いで今川家が織田家に大敗。それが三国の関係にも暗い影を落とす。対今川の姿勢をめぐり武田家中は揺れていた。
らっしゃい。いい商品が入ってますぜ。前通り、また来てください。次の出陣は忙しい忙しい。異常はありません。マサユキ、今川攻めは避けられませんよ、勝頼様。またお見通しか。悩みがあれば勝頼様は私をお尋ねになる。そして今悩みの種といえば他にございますまい。ひどいな。私とてただ友の顔が見たい時もある。それは妨害の幸せけれど、今は違いましょう。今川の姫を妻に持つ兄上は今川攻めに当然反対だった。それを疎んだ父上が慶喜様に謀反の罪を着せて死なせた。そうお考えですか。バカな。父上は誰よりお悲しみだ。さようなことが。同感です。親方様の決意はさようなことで左右されるはずがない。マサイキ、どんな悲しみも親方様の歩みは止められない。ならば勝頼様の務めはそんな親方様をさように惑うばかりで何となさいます。そうか、そうかもしれないな。跡取りなどになるとそうして叱ってくれる者も少なくなった。礼を言う、正幸。何の無礼打ちかとヒヤヒヤしておりましたぞ。だが苦しい戦になるのは間違いあるまい、兄上や。なればこそ策のふるいがいがあるというもの。お前は全く頼りにして。父上の王道がなればかような思いをすることもないのだろうな。
役目ですかな。父上、勝頼様がお見えになっています。我らにもお声掛けくださいました。そうか。兄君を失われておつらいでしょうに、優しくしてくださいました。勝頼様の兄上様はゆえあって遠くへ行かれたのだ。そうなのですか。我ら兄弟はそのようなことはありませんよね。ずっと一緒です。ああそうだな、雪村。武家の娘があまり気安く外を出歩くものではないぞ。屋敷に閉じこもっていては気詰まりですもの。城下も賑やかになり楽しいで。仕方のないやつだ。信行と雪村の面倒も見てやってくれよ。私などが口を出さずとも、あの子たちは日々鍛錬に励んでおりますよ。早く父上のお役に立ちたいと願っているようですね。子供は子供らしくしていればよい。ではそのように言ってあげてください。そのうちにな。すでに勝ちは見えておる。今川家臣である瀬名殿と朝比奈殿がこの真田の里に来て話が漏れてしまってはことだからな。万が一他の今川軍に一人も逃がしてはならぬということですな。
何だと。など自慢にならぬ。愚策である。
終わったか。仕掛けておる。若、わしは生涯。そうだな。お前の気持ちは。